皆さんこんばんは。劇団青年座、今年4月に入団しました足立健次郎です。山形県出身の26歳です。これからよろしくお願いいたします。そうですね、僕青年座チャンネルは日頃見てたんですよね、家で。なんでこう出させていただくっていうのはすごく緊張しております。はい。ってことで、ボタン駅が舞うときインタビューということで、本日は A 組の皆さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、それでは、ボタン雪が舞うとき A 組の皆さんにのご紹介させていただきたいと思います。はい。まず演出家の斉藤理恵子さんです。斉藤です。次に夫役の横堀悦夫さんです。横堀です。そして妻役の津田真澄さんです。津田です。よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。さて、はい、早速質問に移らさせていただきたいんですが、はい。今回劇団初の試みとなります、一つの劇曲を、3人の演出家、そして3組のキャストですね、で、競い演じるという書いて共演という企画内容だと思うんですけど、はい。斉藤さん、まずお聞きしたいんですが、最初そのお聞きなられた際っていうのはどんな印象を持たれましたか？まあ、初めに今3人の演出家で、全部、違う役者さん でしかも一つの台本を使ってそれをやりますっていうふうに、まあ、聞いた時には、まあ、随分大変そうなことをするんだなと思っていたんですが、まあ、それが実際自分がやるということになって、どうするんだと、まあ、それぞれの演出家考え方も違うし、まあ、本当にタイプも違う3人の演出家なので、でそこをどう一体帳尻を合わせるというか、どういうふうにして3個が、あ、それぞれがやってるのねっていう感じを見せるのかなっていうのが、まあ、ちょっと悩ましいなと思ったところではあったんですけど、でもまあ本当に一個のものを三人三者三様でやるっていうのは本当にないことなので、とってもきっとまあ面白くなるんだろうなと。でまあ年代も皆さん役者さんの年代も違いますので、うん、きっとそれぞれのカラーが出て面白くなるんだろうなっていうふうには思いました。はい。もうあれですもんね、台本の中身も3組も違ってきてて、すごく個性があるように思うんですが。そのようですね、はい。実際私たちは他のチームを見ていないので、で他のところの台本も読んでいないので、全くもって他のチームの情報がないんですね、はい。なので何がどうなってんだっていうのはちっともわからないと、はい。そんな状況の中で稽古しておりました。はい。ちょっと覗かせていただいたんですけど、他の稽古場を、ちょっと全然あれこんなことあったみたいな内容とかもあったりして、あ、なんか面白いなと思って、キャラクターとかも全然違いましたし、はい、ということで、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。で次回は、横堀さん、津田さん、お二人にインタビューさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では次回お楽しみに。